加藤陽子満州事変から日中戦争へ。はじめにヨーロッパの戦争。1945、昭和20年8月、それまでの見慣れた地面から建物や人間をきれいに消し去った空襲や原爆の体験を人々に残し、日本の戦争は終わった。牧野信明の孫、吉田茂の子息にして英仏の文学に深く通じていた文学者吉田健一は、ヨーロッパの人間と日本人の戦争観を比較して、かつこう述べたことがある。戦争とは、近親者と別れて戦場に赴くとか、原子爆弾で人間が一時に、あるいは全時に死ぬとかいうことではない。それは宣戦布告が行われれば、いつ敵が自分の門前に現れるか分からず、またそのことを当然のこととして覚悟しなければならないということであり、同じく当然のこととして自分の国とその文明が滅びることも、その覚悟のうちに含まれることになる。ならば、ヨーロッパの人間にとっての戦争と日本人にとっての戦争は、実態においても記憶においても異なったものになったと、ものとなったに違いない。傀儡国家であった満州国、植民地下の朝鮮、そして沖縄などいくつかの例外、重大かつ最も過酷な体験を人々に強いた例外ではあったが、を除けば多くの日本人にとっての戦争とは、あくまでも故国から遠く離れた場所で起こる事件と認識されていたとしても不思議はなかった。あれは戦争だったのか。よって日本人にとって中国とは何であったのかを生涯問い続けた政治思想家足川文蔵が、日本人はあれを戦争と思っていたのかのとの問いを、日中戦争について投げかけていた事実は、改めて注目されてよいだろう。戦中期に日本ロマン派の思想に共鳴し、戦後深くそれを悔いていた、足川ならではの優れた着眼であった。足川は言う、考えてみれば37年7月に勃発した日中戦争は、不思議な戦争だった。日中双方ともに宣戦布告を行わないまま戦闘が続けられる一方、裏面では太平洋戦争末期に至るまで、主従の対中和平工作が必要に続けられていた。日本人はあれを戦争だと思っていたのだろうか。日中戦争の実態と日中戦争に対する日本側の認識とのズレが致命傷となって、太平洋戦争に突入する際の判断が、上は為政者から下は国民まで狂わされたのではないか。このように橋川は問いかけ、日中戦争と太平洋戦争を連結させる言葉として、泥沼化という形容詞しか持たなかった我々の硬直した頭脳を大きく揺さぶった。戦争ではなく褒章。橋川は自ら答えなかったが、日本人が当時の故障で品事変、すなわち日中戦争をどう認識していたのかは検討に値する問題だろう。京都の陽明文庫に保管されている近衛文麿関係文書の中に、現下時局の基本的認識とその対策と題された資料がある。内容から判断して、近衛首相のブレインであった昭和研究会などの知識人の執筆と推定される資料には、次のような日中戦争観が見える。戦闘の性質、領土侵略、政治経済的権益を目標とするものにあらず、日誌国交回復を阻害しつつある残存勢力の排除を目的とする一種の逃避戦なり、中国に対する戦争の最中にあって戦争の性質を、あたかも貴族を撃つような戦いであると表現していた。無論、華北と華中をつなぐ戦力地点、徐州の陥落後に書かれた資料だという点は考慮されるべきであるが、それでは軍はどう考えていたのだろうか。39年1月、中篠派遣軍司令部作成の文書、揚子江解放に関する意見から、その日中戦争観を引いておきたい。今時事変は戦争にあらずして褒章なり、褒章のための軍事行動は国際慣例の認めるところとの認識が見える。日中戦争は戦争ではなく褒章なのだと述べていた。ならば褒章とはいかなる意味を持っていたのか。褒章は法律用語でいう復旧の同義語であり、国際不法行為の中止や休戦を求めるための協力行為と定義される。これは相手国が条約に違反する行為をなした場合などに、その行為を中止させるため、相手国の貨幣、船舶の抑留、領土の一部占領など、協力行為しに訴えることを言う。その際、自らの実行した協力行為は法律上、違法とはされない。この絵の資料も、中品、中品派遣軍の資料も、外部への宣伝のために作成されたものではなく、部内向けの極秘文書であったことを考慮すれば、昭和研究会の知識人や中品派遣軍の軍人が、目の前の戦争を単に真に非属戦とか、逃避戦と考え、褒章復旧であると考えているのは間違いないのだろう。本当の目指すもの、
その際、日本側が法相や復旧に訴えてまで停止させるべきだと信じていた中国側の国際不法行為とは一体何であったのだろうか。太平洋戦争に突入する際の日本人の判断を狂わせる契機となったと芦川が考えていた日中戦争。この日中戦争を我々の父祖は統一戦や法相復旧の概念で捉えていた。日中戦争が偶発的な武力衝突から起きたことは現在では明らかにされている。しかしその日中戦争の根幹にあったのは31年9月18日、関東軍参謀によって謀略として起こされた満州事変であった。このように考えてくれば、満州事変が作為された時点で、日本側の念頭にすでに法相復旧の考え方があったであろうとの相違が成り立つ。事実それはあった。リットン調査団が日本を訪れていた32年3月、大阪商業会議所は次のような覚書を調査団に手渡していた。いわく満州の変乱を弱気するは、シナが条約により日本に認められたる権利を尊重せず、日本をしてその権利を確保するため、正当防衛の行動にいずるのをほか、ならしめた。この覚書はリットン報告書の付属書にも再録されている。付属書は日本政府や商工業者が、1、中国による日本製品ボイコット、日華排斥を、武力によらざる敵対行為であるとして、不戦条約第2条、政策遂行のための戦争を不可とする、に違反すると認識していること。2、日本こそ復旧行為措置を取ってよいはずだと、重心に信じている状況などについて報じ、リットン報告書第7章ではさらに、明快に、調査の過程で日本の商工業者などがボイコットを侵略行為となし、これが報復として日本が軍事行動を取りたるなりと主張した事実を記していた。当時の日本の為政者や国民がいかなる経緯によって心から復帰を主張するようになったのか、それを筆者は明らかにしたいと考える。満州事変、日中戦争の原因が中国側の国際不法行為にあったなどと主張したいのでは全くない。むしろ国際連盟を舞台とした論戦で中国側は、日本の違法な兵力行為に対抗するためのボイコットを行ったのであって、中国のボイコットは復旧措置なのだと反論し、その主張は連盟総会で採択された韓国案に反映された。双方が相手国に対し国際不法行為を行ったと主張し、自らの取った協力措置は復旧であるから違法ではないと論戦し合う2国。それこそが1930年代の日本と中国の姿であった。いくつかの問い。なぜそうなってしまったのだろう。30年代の危機は世界的規模における経済的危機であり、英米ソ日など列強の拡築する極東の軍事的危機でもあった。よって危機の皮切りをなす満州事変もまた、中国の国家統一を阻止するために日本が軍事行動を取った事件と説明するだけでは不十分だろう。本書は満州事変の起源を20年代、必要とあれば日露戦後まで遡って探る一方、日中戦争の独自解決の道が事実上消滅する40年10月の大政翼賛会の成立までを対象とし、次のような問いに答えるべき努めた。1、満蒙特殊権益とは何であったのか。2、2つの体制をめぐる拡築は20年代の中国をいかに変容されたのか、させたのか。3、リットン報告書は日本の特殊権益論にいかなる判断を下していたのか。4、連盟に対して強硬な態度をとって内田外交の裏面にはいかなる論理があったのか。3、33年以降、対日融和に転じたかのように見えた中国側の立てた戦略にはいかなるものがあったのか。6、華北分離工作を進めた日本側の意図は何であったのか。7、日中戦争の特殊さは何であったのか。またそれはいかなる要因から生じたのか。第1章では満州事変の持つ形態上の4つの特質に注目し、世界の情景を瞬時に変えた事変の全体像をまずは描いてみた。後書きまでお付き合いいただければこの上なく嬉しい。本巻の記述は表面的に見れば対象とする時期点で、第4巻対象デモクラシーと重なる部分を持つ。しかし30年代の危機について外交と軍事の側面から描くためには、第4巻の時間軸まで訴求して描くことは不可避であった。好転読者のご理解を得られれば幸いである。